んにちは、シャーン、どうも、山ももです。ユニクロさんで漫画&アニメのね、UT が発売されるとのことだったので、走ってきました。視聴者さんにね、教えてもらってね、ちょっと走ってきた、もう漫画とアニメがもう本当に大好きで大好きでね、ほんまに欲しくてちょっとゲットしてきたので、ご紹介していきます。まず、私が着ているこちら。うるせえ奴らの T シャツ。これはレディースでございます。いやー、これほんまに可愛くない？このパープルの色味とこのラムちゃんがね、バーンってなってる感じ。これはね、すごい女の子好きそうな感じの UT だなと思いました。私、162センチの、まあ、54キロぐらいでございます。腕がね、ちょっとね、パンパンなんですけれども、L サイズを着ております。L サイズでね、だいたいこんな感じですね。L サイズで若干お尻ちょい上かかるぐらいの丈感でございます。裏はね、こんな感じで無地でございます。可愛すぎて買っちゃいました。お次はこちら。はい、ランマ、ランマの T シャツ、めっちゃ可愛い。見て、もうやばいやばいやばい、可愛すぎる。このさ、漫画のさ、シーンが蘇ってくるよね。こちらも L サイズを購入しております。レディースはね、全部 L サイズを買っております。いやー、待って、可愛くない？可愛くない？しかもね、白やからね、結構何でも合わせやすいと思う。こちら裏は無地でございます。結構ド派手な感じの柄というか、漫画のシーンバーンってなってるけど、白やからね、ちょっと何でも合わせやすいんじゃないかなと勝手に私は思っております。今回ね、いろいろ柄がありすぎて、私がね、気に入ったものを購入してまいりました。他にどんな柄があるのか気になる方はね、ユニクロのね、サイトとかで調べたり、もう店頭にぜひぜひ見に行ってください。見に行ってみてください。お次、こちら、じゃじゃーん、犬屋さん、犬屋さん来たー。犬屋さんと殺生丸様がね、ここにプリントされている T シャツでございますね。うわー、うわー、ちょっとちょっとちょっと、こちらも裏は無地です。犬屋さんの T シャツとかええやん。独特な感じのね、プリント、色素薄めのプリントっていう感じなんやけどね、なんかこれが可愛い。ちなみに私、犬屋さんはね、イロク様が好きでございますね。昔は犬屋さん好きやったけどさ、なんか大きくなってからさ、読むと殺生丸様か弥勒様かなと思いますね。みんな誰が好き？お次はこちら、しっぽーちゃん。これもね、ピンクやからすっごい女の子らしくて、さらにしっぽーちゃんっていうね、もうしっぽーちゃんが入ってるだけで本当にとても可愛くなります。あー、もう可愛すぎる可愛すぎる、マジで可愛い。裏は無地です、無地です、無地です。いや、マジで可愛すぎ、うわー、可愛すぎるわー。マジでさ、漫画好きにはさ、たまらん感じやった。ちょっとユニクロが、はい、興奮冷めやらぬ感じでございますね。はい、お次こちら、キット様。わー、これめっちゃかっこよくない？ほら見て、ちょっと待って、これほら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 。マジ最近さ、もう本当にコナン君が好きすぎて、私今までね、ずっと昔からこう映画だけ見てるタイプの人やったよね。まあ昔のアニメ見とったけど、大きくなってからそんなに見てなくって、やっぱさ、映画見るたびに思うわけよね。あ、コナン君面白いな面白いなって思うから、もう全部、もう全部の話が分かるようにしたいなと思って、ちょっとアニメを見返してるわけよ。一からまあちょこちょこね、アニメを見返してるんやけど、もうドハマりしてますね。もう本当に本当にドハマりしている。ちょっとね、漫画もね、集めたいなと思っている次第でございますね。もうかっこええわこれは。ちなみに私はコナン君かっこ新一推しでございます。はい、皆様いかがでしょうか。でコナン君もね、他にいろんなデザインがあったんやけど、私はね、このキット様を買ってきました、買ってきました、買ってきました。はい、今紹介したのがレディースのね、 UT でございます。まあ、あとはメンズ、もうメンズのね、 UT もちょっとヤバすぎた、ヤバすぎたのでちょっとヤバすぎたってどういうことやねって感じなんやけど、まあヤバすぎたのでご紹介していきます。こちら、ひらが最近ハマりだしました、ひらが。ちょっと最近漫画集めてさ、ハマってんのよね。一巻で泣いた、一巻目で泣いた。もう努力することの大事さっていうのも本当にね、なんかこう身に染みて分かるような、そんな漫画、もうマジで面白い。かっこよくない？かっこよくない？かっこよくない？これ私はね、とりあえずまだまだヒロアカはミーハーなんやけど、トドロキくんがとりあえず好きですね。まだ10巻ぐらいしか漫画読んでないんだけど、トドロキくんが好きでございますね。でもデクくんも好きだなぁ。あぁ、あぁ、あぁ、村は無事です、
裏は無地ですね。メンズはね全部 M サイズを購入してきております。もうこれ紹介してるのも楽しい。お次はこちら、じゃーん、ブリーチー黒崎いちご。え、ドシンプルやけどめっちゃかっこよくない？黒崎いちごでございます。いやー、ブリーチもさ、ほんまに面白いよね。私はブリーチって誰が好きかって、やっぱり、いや、ブリーチも好きなキャラいっぱいおるんよな。ユミチカ好きなんよね。ユミチカとか平子真嗣、11番隊が好きかな。でもやっぱりヤチルちゃんとかも可愛いしさ、もともとは東四郎好きやったけど、やっぱりちょっと、ああ、ユミチカかっこいいなとかなってきて、ああ、でも平子もかっこいいよなとか、やっぱり一番ゲームもほんまにかっこいいやんか。語り出したらちょっと止まらへんくなるから押さえとくわ。いや、もうこれはね、とてもかっこいいです。本当に。裏無地です。裏無地です。白やからさ、結構何でも合わせやすいかな、服。うん、と思ってます。お次はこちら、銀さん。銀さんでーす。一番好きな漫画ってやっぱり銀魂かな。私的、いや、どれも好きなんやけどね、今紹介したのもどれも好きなんやけど、やっぱりなんかこうおふざけ感もあるんやけど、こうやっぱり感動する話も多いというか、そういうの本当に大好きでね、普段はだらけ蹴ってるけど、やるときはやる男の銀さんがもう本当に大好きですね。はあ、かっこいい、かわいいし、かっこいい。でこの色も私は好きなんよね、このね、銀、銀、銀じゃないな、銀ではないな、くすみ、くすみグレーみたいな、なんていうんやろね、この色。いつでもこの胸の中に銀さんがおるみたいなね、なんかね、いいね、いいね、いいね。銀魂シリーズの UT もさ、どれも可愛かったんやけど、もう一着だけ買ってきました。かぐらちゃーん、スコーンブ食べてるかぐらちゃーん、かぐらちゃん可愛いなと思って買ってきました。もう可愛い、可愛すぎるよー。あ、いいね、この黒の T シャツにさ、かぐらちゃんがパーンってなってる感じは映えてるね。インスタ映えだね。インスタ映えだわ、これ。マジで可愛いねんけど。ちょっとどうしよう、ほんまに。はい、無地でーす。裏は無地でーす。銀魂やったらみんなは誰が好き？ちょっとね、私はね、この銀魂の中で一番好きなね、お話が歌舞伎町四天王編でございます。もう、これもう本当に、本当にかっこいいし、アニメ版もね、かっこいいよね。エンディングでスパイアーのサムライハートってところもまた、かっこいいよね。でもね、銀魂はね、もうどの話もほんまに好き。どの話もほんまに好きだけど、やっぱり歌舞伎町四天王編っていうのが一番好きから。みんなはどこのストーリーが好き？はい、というわけで、今ご紹介したのがね、本日発売の漫画アニメコラボ T シャツでございます。今回ね、こう買ってきてご紹介できないほど種類が多くて、あとはね、幽遊白書とか、ハンターハンターとか、テニプリかな？あと、ハイキュー黒バスもあったんやけど、さすがにね、そこまで手は出せんかったね。マジでちょっと雑談なんやけどさ、クロバスとハイキューさ、漫画売っちゃってさ、いや、もう漫画って売るもんじゃないよね。もう絶対読み返したからもん、売っちゃったんよね。で、ハンターハンターはね、あのね、一回読んだぐらいで漫画は持ってないからね、話を忘れている。だからハンターハンターも漫画集めたいな。テニプリはマジでノータッチです。テニプリマジで漫画も読んだことないし、アニメも見たことない。でもおもろいよな、みんな絶対おもろいよなっていう感じやもんな。という雑談は置いといて、そしてもう一着ね、ユニクロさんで購入してきました。買ったのはこちら、じゃーん。これはね、漫画 UT じゃないんやけど、なんかお菓子とコラボしてる UT かな、こういう感じのやつですね。これのね、ペコちゃんの T シャツめっちゃ可愛くない？このね、お菓子系のやつもほんまに他に可愛いデザインの T シャツがあったから、もう気になった方はぜひぜひちょろっとね、ちょろっと覗いてみて。ちょろっと覗いたらもう可愛いもんがたくさんあってね、困っちゃう、マジで。ちなみにこちらもね、裏は無地でございます。はい、そして最後にめちゃめちゃおまけで、アベイルさんで1点購入してきたので、そちらをご紹介いたします。ユニクロとね、アベイルがね、こう同じなんかビルっていうか、何、同じ建物の中にあったから、ちょろっと覗いてきたら、まさかのまさかのまさかのこんな T シャツを発見してしまいました。はい、こちら、コナンくん。私コナンくん好きやからね、コナンくんがバーってなってる T シャツ欲しいなーって思っとったら、アベイルさんにね、売っておりました。そしてなんかね、このキーホルダーついとったんよ、コナンくんの。可愛くない？お値段はね、ちょっと1580円とね、こう UT と比べて500円も高くなっております。いや、コナンくんの T シャツ欲しかった、欲しかった。私はこの袖のところにね、アポドキシン4869って書いてある、これがね、なんか貼ってありました。裏のここにコナンくんがおります。というね、T シャツを買ってきました。はい、というわけで購入品は以上でございます。いかがだったでしょうか？気になった方もぜひぜひチェックしに行ってみてください。
今日も見ていただきありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。インスタグラムとツイッターもこんな感じでね、最近ちまちまと更新しておりますので、ぜひぜひチェックしてみてください。それじゃあみんな、また明日。